マネリ、探したのよ。ねえ、待って。私、ごめんね。やだな。どうして謝るの？え？ナコルルはいいな。いろんなものを持っていて、巫女にもなれたし、ヤンタムも。私には何にもないや。待って、マナリ、待って。マナリ。味方。どうしたの？そんな驚かないでよ。まるで世界がひっくり返っちゃったみたいに。
だってさ、歌う理由なくなっちゃったんだもん。私が歌を好きになったのはね、昔ヤンタムーが私の歌を好きだって言ってくれたからなの。だからずっとヤンタムーのためだけに歌ってきた。ヤンタムーに聴かせたい一心で一生懸命練習してきたの。でも、もう。うん、平気だよ。私は平気だから。ごめんね。私、もう歌はやめたの。もう聴かせる人がいなくなっちゃったな。これで私ただのドジなだけの女の子になっちゃった。ごめんなさい、何でもないわ。精神の集中が足りないせいね。まだ聞こえてこない。私もまだまだだわ。しっかりしなきゃ。
したの？だもの。そんなことないわよ。私はね、みんなのことが大好き。大自然がお祝いしてくれる？大自然が。その年の冬、一番初めに降った雪を受け止めて、願いを込めながら手の中で溶かすと、その人の願いが叶うのよ。すぐそこまで迫ってるわ。冬を越す準備をしなくちゃね。
Bye.